飯野神也は、千葉県富津市にあった飯野藩の藩長が置かれた神也である。飯野神也は、飯野藩の藩長が置かれていた富津市の小位と川下流に広がる中石平野城にある神也である。構造的には、本丸、二の丸三の丸がある東側の内邸と西側の外邸に分けられる。創建年代については、諸説あるが、飯野藩の藩主であった星名氏が仮想の結果、 大名となった1648年に創建されたとの説が有力である。総面積は約17万6000平方メートルと陣屋としては規模が大きく日本産王陣屋の一つとされており、また構造的に防衛を考慮された城郭的色彩が強い点などから江戸時代以前に既存の城郭があって飯野藩の成立後に増改築がなされたとの説もある。 廃藩置県後、飯野陣屋は一時飯野県の県庁として利用されたが、飯野県が木更津県に合併された後は利用されることもなく、陣屋内に居住していた旧飯野藩士もやがて離散し、遺棄された。陣屋当時の建物は、すでにないが、堀と土塁はよく、残されており、特に保存状態の良いうち、屋敷を囲む外堀が、千葉県の史跡に指定されている。 イいの神野の敷地内から見た、三の丸北側ドルイーの神谷は、富津つしの小位と川下流に広がる、標高約7メートルから8メートルの中石平野城にある。口実するように、イいの神野は古墳時代に築造された大理塚古墳群の中に作られており、古代の古墳は中石平野城に残るかつての砂丘跡である美高地に作られたと考えられているが、 飯野の陣屋全体としては築造当初、敷地の多くは低出地帯であったと考えられている。陣屋の規模は、南北約280メートル、東西約350メートルあり、陣屋としては大規模で、飯野の陣屋は、越前鶴ヶ陣屋、長州徳山陣屋と並んで、日本三、大陣屋の一つに数えられていたという。陣屋は大きく分けて、本丸、 二の丸三の丸がある東側の内堤と西側の外堤に分けられる。内堤は全体を千葉県史跡に指定されている幅5メートルから6メートル、深さ1.2メートルから2メートルの外堀が囲み、外堀の内側には高さ約2メートルの土塁が築かれている。この外堀と土塁は現在もかなりよく残っている。全体の面積は外堀の面積を含め、 約12万8000平方メートルである。元来、内定への入り口は、本丸東側の大手門、三の丸西側の絡めて門、そして本丸南側の門の3カ所のみであったが、現在は、もっと多く、7カ所から内定部分に入ることが可能になっている。EE の陣屋の本丸と二の丸、三の丸は、主軸方向に、ずれが見られ、本丸と二の丸、三の丸は、 その築造時期が異なるのではないかとの説もある。本丸東側にある大手門関井野陣屋東南部、東西約210メートル、南北約160メートルで、面積は約3万4000平方メートルある。本丸の北部、西部を取り囲むように二の丸があり、本丸の東部、南部は井野陣屋のうち、屋敷を囲む外堀と土塁に囲まれ、 本丸と二の丸の間にもかつては内堀と土塁があったが、現在ほとんど消滅してしまっている。本丸内部には藩主が住む屋敷、藩庁があった。本丸の東側には大手門があり、また本丸南側にも門があった。大手門は藩主の屋敷へ向かう道筋を防御するために、門内に幾重にも折れ曲がったマス型と呼ばれる四角形をした土塁が作られており、 複雑な造りとなっていた。マス型も現在そのほとんどが消滅している。また幕末から明治期の本丸内には、大手門内側のマス型の近くに池があったことが古地図などからわかるが、この池は発掘の結果、18世紀以前と考えられる古い時代のイノジンヤの堀跡であったことが判明しており、イノジンヤは改築がなされたことがあることがわかる。 また構成地となった堀が作られた後に、大手門内側のマス型が作られたことも判明したが、大手門、大手門マス型の築造時期は今のところ不明である。二の丸は本丸の北側と西側とを囲むような鍵型をしており、面積は約三万千平方メートルである。本丸と二の丸との間と同じように、 二の丸の外側にある三の丸との間にも内堀があったが、現在は一部残存するものの、ほとんど埋め立てられている。なお二の丸西側の内堀は、六世紀末に築造されたとされる前方公園墳、三条塚古墳の外側の集合を利用して築造されたと考えられている。二の丸東側外側には、マス型の張り出し部分があり、それと対応するように、 二の丸東側にも張り出し部分が見られる。この張り出し部分から北西方向に向かって当時の街道筋が伸びており、張り出しは飯野神谷の街道筋に面する部分の防御を強化するために設けられた施設と考えられている。二の丸の敷地内には主に上級藩士の屋敷が並んでいた。その他、二の丸には炎症像と飯野神社があった。炎症像は 終末期古墳の宝墳である稲荷塚古墳があった場所に建てられた。飯能神社は本丸側になる東側以外の三方向土塁で囲まれていたが、現在は三条塚古墳に隣接する西側の土塁のみ、痕跡が残っている。三の丸西側の絡めて門跡三の面積は約5万千平方メートルで、内定では最も広い。 三条塚古墳の墳丘南側には二の丸と同じく上級藩士の屋敷が並び三の丸西側には絡み口にあたるうち屋敷への入り口があったこの入り口から南側は防御のために土類を二重にしていたしかし三の丸の多くは雑木林であったようで西側では墳丘町122メートルの前方公園墳である三条塚古墳が大きな面積を占めていた 三条塚古墳は当初、飯野神屋の物見やぐら的な役割を果たしていたと考えられている。古墳の東側墳丘の一部を崩して、江戸時代末期、藩校である民進館が建てられた。また西側の外側集合は、飯野神屋三の丸の堀の一部として利用され、飯野神屋の三の丸西側にある土塁の一部は、三条塚古墳の内集合と、 外集合との間の集包みを利用したものと考えられている。その他、三上塚古墳の墳丘西側には弓の稽古場である角状が設けられていた。内邸の西側に広がり、総面積約4万8千平方メートルである。内邸との間は堀で区切られ、外邸と外部との間にも細い堀があった。現在は外邸と外部を区画する堀は埋め立てられている。 外庭には、中級藩士が住む屋敷と、下級藩士が住む長屋が旧棟あった。飯の神屋外、本丸南側には牢屋があった。牢屋の南側には、終末期古墳の宝墳である上塚古墳がある。飯の藩の藩主となる星名家は、甲井、武田家の家臣から徳川家康の家臣となり、1600年以降、品の高等藩の藩主となっていた。 当時の星名氏の当主であった星名正光は1617年に徳川秀忠の四男である星名正行を養子とし、正行を後継者とした。星名正光には実弟である星名正邸がいたが、正光と不仲であったこともあって廃着となった。しかし正邸は1629年に幕臣となり、まもなく数佐国いいのを中心に三0国の領地を、 与えられた。1633年には4000国の数尾が行われ、さらに1648年には大阪定番に認じられ、関西の摂津中心に1万国の数尾がなされ、所領が計1万7000国となり、大名となった。これは、星名正幸が将軍、秀忠の実施として認められたために、星名正から松平姓となる可能性が高くなったことにより、 星名家を残すために、徳川家光が配慮をしたとも言われている。なお、飯野藩の成立の経緯から、正行を仮祖とする、合津松平家が、飯野藩主星名家の本家筋となった。大名となった星名家は、所要が暴走と関西に二分されていたため、陣屋も二箇所設けられた。上佐国飯野と摂津国豊島群浜村である。上佐サ飯野に建てられた陣屋を、 飯野の陣屋と呼び、摂津浜村に建てられた陣屋を、浜村陣屋と呼んだ。飯野の陣屋の創建時期については、諸説がある。まず早い説としては、星名朝廷が、和佐国飯野のに、初めて所領を与えられた1629年説。その他1631年説。星名朝廷が大名となった1648年説。さらには、元禄年間の4つの説があるが、 平安年間に建てられたと考えられている浜村陣屋と同じく星名正廷が大名になった1648年説が有力である。なお、飯野陣屋は規模が大きな陣屋であることと、前日のように防御面を考慮した城郭的色彩も強いことなどから、江戸期星名市の陣屋が建てられる以前から城郭があって、古い城郭が幾度かの拡張が行われて、 飯野の神社となったのではないかとの説も唱えられているが、これまでの飯野の神社の発掘結果からは、神社は建て替えが行われたことがあるが、江戸時代以前に城郭があったことは証明されておらず、飯野の神社は、現在のところ1648年に、保守な朝廷が創建したものとされている。歴代のいの藩主は、多くの場合大阪定番や大阪かばといった、 大阪での勤務に認じられることが多く、また、江戸城門番や日光祭礼奉行に認じられることも多く、所領の多くが関西方面にあったこともあって、藩主や上級藩主が千葉の飯野で過ごすことは少なく、飯野陣屋には大官や手代を派遣し、主に江戸の上屋敷や大阪に在住していたものと考えられている。これは、 歴代の飯野藩主の中で、飯野に墓所があるのが2代、星名正氏系のみであることや、発掘調査の際に発掘される遺物の多くが19世紀代の、ものであることからも明らかである。飯野藩10代藩主である、星名正氏駅は、墓新戦争時に謹慎処分を受けるが許され、1867年末には、飯野に戻った。その後1869年には各地にあった。 飯野藩の領地は、すべて、飯野近郊の82家村に集められ、星名正し駅は、同年の藩籍奉還により、飯野藩知事となった。この頃、飯野藩の藩士の多くが飯野に在住するようになったと考えられている。明治4年7月14日、廃藩地県によって、飯野県が成立し、飯野陣屋は、飯野県県庁となったが、わずか四ヶ月後の十一月には、 木更津県に合併された。飯野県が木更津県に合併された後も、飯野神社の出土品の中に、明治前半期にしては珍しい板ガラスが見られることから、しばらくの間は居住を続けていた旧藩士もいたと考えられる。しかし、明治中期以降、神社内に居住していた旧藩士たちのほとんどが離散して、やがて建物は取り壊されていき、堀と土塁が残る。 現在の状況になっていった。飯井の神屋の敷地内にある三条塚古墳飯井の陣屋の特徴の一つとして古墳時代に造営された大理塚古墳群の中に作られたという点が挙げられよう。神屋の内部には六世紀末に作られたと推定される墳球町二十二メートルの前方後円墳である三条塚古墳と七世紀に造営されたと考えられる宝墳の稲荷塚古墳が あり、また陣屋南側にあった老屋のそばには、やはり7世紀に造営されたと考えられる豊墳の亀塚古墳がある。また、外邸のすぐ北方には三上塚古墳と、同時期に作られたと考えられている前方公園墳のわらび塚古墳があるなど、陣屋周辺にも多くの古墳が見られる。なぜ、いいの陣屋が古墳を取り込む形で作られたのかは、はっきりとはわからない。 また本丸南側には亀塚古墳があるが、本丸が亀塚古墳を避けるように作られているのに、対して二の丸の敷地内にある稲荷塚古墳は円症像,像となり、二の丸と三の丸との間の堀や三の丸と外帝との間の堀が三条塚古墳の外側集合を利用しているなど、二の丸と三の丸は敷地内の古墳を積極的に利用しており、本丸と二の丸、三の丸とでは、 古墳の利用の仕方が異なる点を注目する説もある。EE の陣屋の跡地は、旧藩主の離散後はその多くが、二十歳や山林となっていたが、1980年代に入ると開発の手が伸び、住宅の建設が行われるようになった。そのため1981年より随時発掘が行われている。ありがとうございます。